ファイ装甲車は、ソビート連邦の軽装甲車である。ファイは、フォードエイジョルスキーを意味する。1920年代後半、老能積軍は、BA-27 などの中型装甲車とは別に、D-8、D-12 などの偵察用軽型装甲車を運用していた。しかし、D-8 や D-12 は、軍用装甲車としてはあまりにも鈍速かつ貧弱な。 防御力、そして非戦会式の武装であり、近代化が必要なことは明らかであった。そこでソ連発の本格的な近代的、軽装甲車として、各種装甲車の開発を担っていた、レニングラードのイジョルスキー製作所が1932年から開発に着手したのがファイである。ファイは、アメリカのフォードモデル a 四輪トラックを、 合力自動車工場が国産化したギャス A トラックをベースに開発が始まった。当初から360度旋回の機銃砲塔と量産性を重視したデザインを起としていた。年内に試作車両が完成、試験でも優秀な結果を出し、早くも量産体制に入る。開発の発端となった DE-8 の性能に比べて、 段違いの運動性能や量産性を誇ったことで、ファイはソ連における量産型走行車のモデルの一つとなった。攻撃面では、全周旋回の武装を有した。防御面では 6mm 走行を有し、リベット接合ではなく電気溶接で組み合わせたことで、シンプルなデザインを保った。また、2トンの軽量な車体によって、時速時速 80km という高い、 運動性能を誇った。ただし、欠点として、無線通信機器が搭載されていなかった。ファイは、1920年代後半から1930年代中期までに、開発された他の装甲車と共に、スペイン内戦でウイジンを迎える。その後、ノモンハン事件、ポーランド侵攻、冬戦争、独ソ戦と1930年代後半のソ連の主だった戦争、 紛争に一通り参加する。これらの戦いにおいて、中型走行車は BA、BAI、BA-6、BA-10 などいくつかの形式があったのと、異なり、軽型走行車としては、ファイが、後続車両である BA、BA-20 出現までほぼ唯一まとまった、数のある形式であった。野門犯事件においては、 BA-10 などの新鋭の中型装甲車であっても日本軍の戦車砲は愚か 7.7mm 重機関銃にも耐えることができず、軽装甲車であるファイも同様であった。独ソ戦においてファイはドイツ国防軍に露飼されて使用されたほか、ワルシャワ放棄の際にポーランド国内軍がファイを運用した記録がある。 労能赤軍による運用は1943年までとなっている。1938年からファイは改良が行われ、ファイ m が開発された。これはエンジンを、ギャス M1 直列4気筒液冷ガソリンに乾燥したことで出力が 50HP に上昇、最高時速が 90km、行動距離が 315km まで引き上げられた。 また武装そのものに変化はないが、機重砲塔を T-28 と共用にし、車高が少し伸びた一方でデザインを簡略化したことで量産性を高めた。しかし、この頃になると軽装甲車の後続車両にあたる BA-20 が開発され、FI-M は67台の生産に止まっている。BA-20 は f m の流れを組む車両として、 数千台の大量生産が行われた。その他に、鉄道型のファイ ZHD が少数、生産されている。これは車輪を鉄輪に換装したもので、走行列車の偵察部隊に運用された。ありがとうございます。